それではこの動画から実際にドントスターブハムレットベータ版テスト版ですねをプレイしていきます。テスト版なんで上にちょっと開発中っていう文字がありますけれども、気にせずプレイしていきましょう。新しいゲームということで、今回はウィルソンでねプレイしていきます。で、ドントスターブとしては3つ目のダウンロードコンテンツ、そのゲームの世界を広げたりより面白くしたりするソフトなんですけれども、それがハムレットということで、今回これにチェックを入れてプレイしていきます。で、ワールド設定はそのままでいきましょう。だからこれちょっと見るとね、ハムレットの世界が少しだけ見えちゃうからあんまり見ないでプレイしたいですけど、これ知らないものばっかりだな楽しみって感じですけど、はい、それでは早速スタートしていきます。いやー、どんな感じになってんのか、その短いねムービーでしか見たことがないんで、実際に歩いたり、あ、そうそうそう、水辺があるみたいなんで、そのボートとかね船が多分作れるのかな。だからドントスターブのシップレックトゥの要素も少し入ってるみたいです。うーん、それはちょっと怖いところではありますけどね。ちょっと最初に皆さんにお伝えしておきたいことは、あのですね、多分なんですけど、あ、始まった？これカメレオン、あ、いい着陸だったねみたいなことを言ってる。あー、その最初にムービーがあって、紹介ムービーみたいなのがあって、その時にねウィルソンが気球に乗ってたんで、それが不時着したみたいなことなんだと思います。あー、なるほどね。お、マチェットが落ちてる。あ、種だ。うん、そう、最初に言っておきたいんですけども、え、話していい喋っていい多分ですけど、結構ね早い段ハック早い段階で死んじゃう気がしますよね。なんか今降り立ってさらにその気持ちが強まってしまった。なんか思ったよりこれ知らないものばっかりだな。リスだ。これは大丈夫な虫？あ、大丈夫そう、有効的。あ、草もあるし取っておこう。え、あ、豚の騎士だ。あ、怒ってる？あ、怒ってる、めっちゃ。あ、これあなたのお家なのねあなたトトロっていうのね的な発音でしたけど、あ、あれベリーバードか、多分そうだ、クジャクになってる。ピックって何？取れるの？捕まえられるのかも。拾うっていう文字が出てる。そしてこれ、え、切ってる、切って取る草があるぞ。これ、何、何がいいことあんの？別にいいことがあるってわけじゃないのか。ほら、何？アスパラガスとラディッシュ、二十日大根。ラディッシュ結構好きなんですよね、僕、野菜の中でも。それは嬉しいけど、ちょっと待ってね、これいいのかな、こんな草ばっか取ってて。あ、え、これってボスじゃないの？普通にいるけど、カバみたいな海の生き物。あ、なんかやっぱりその海って感じでもないのかな、なんか湖っぽい雰囲気的にね。海じゃないかも。なるほど。え、これ何？今なんか動かなかった？あ、ん？あ、プリント出てきた。こっから出てくるの？なるほど。これ何？ふんころがし？あ、なんか怯えてる。多分有効的だ。ふんふん。え？なめくじ出てきた。あ、石ひっくり返してるからね。なるほど。これ掘れるって。なんだ？あ、取ってる。あー、これなんか、泥？あ、ふんころがしが固めてたもんかな。あさって、アイテム見つけた。これちょっと待ってよ、どっち行こうかな。そっち、豚の騎士いるけど、何もしなければ有効的なのか？もしかしてもうこれが、豚の村ってこと？何もしなければ有効的なのかも。ってわけでもない。え、そう、そんなことするんだったら取って帰ろう。
危ない危ない、今結構ギリギリで避けた。そんなことされるならどうせなら取ります。うわここ石とかここにあるじゃん。うわすごい村感すごい。それは農民？うわ本当だ、もう豚の村じゃんこれ。入っていいの？失礼します。うわちょっと情報量多すぎて噂の豚さんの村なんだね。ああ、なんかその挨拶してくれてる。アタックもできるけど話しかけられるのかな。うん、あ、マニーマン、お金持ちの男の人ってこと？そうなのかな。挨拶してくれてる。うん、あー、こんにちは、いい日だねみたいな。ショップキープってるからお店の人なのかな。あ、そうそう、お店、あ、これお店入っていいの？入れる。5オインクス、オインクスっていう通貨が必要だ。何それ、どこで見つかんの？いやいや、ちょっと待って、あっという間に夕方なんですけど。待てよ、これここで過ごせるのかな。これってずっとついてる、もしかして夜も平気なのか。これ見張り台だって。なんだろうこれ、入れる店はあれだけなのかな。他にもありそうだけど、ちょっとどうなってるこれ。あ、マークついてるわ。なるほど、さっきツルハシ拾ったからな。ちょっと石取りに行こうかな。この騎士たちはハーバートっていう名前らしい。ハーバートたちは危ないな、何もしなくても襲ってくる。なんでそんなひどいことをって思うけど。石取りたーい、そこの取っときたい。あーダメだな、いっぱいいるわ。ちょっとこのちっちゃい石だけ取ろうか。これ一回カットしたらちょっと下がる癖がある。なんかその間にほら、一回カットしたらスルーしてくれる。なるほど、これフリントが欲しいんだ、フリントが。そう、つまりこういうこと。いいよ、こいつの習性を理解したぞ。それによって劇的に資源収集効率が。金欲しい最初に金ないとこのゲーム何もできないっていうパターンもありますからね。リュック作るのも金いるし、間接的にね。はい、まずはサイエンスマシン。あ、ちょっと待って、これなんか新しいのある。トレジャーハンティングだって。宝探しのタブなんだ。ディスアーミングツール。いつディスアーミング。ディスアームってのはそのなんか武装解除とか、そのなんかなだめたりするっていう意味があるんですけど、これハーバートに使ったら仲良くなれるのかな、もしかして。そうなのかも。あ、お店閉まってる。あ、開いてる。あ、え、テンピースオインクをロストアイドルで、ロストトーテム、レリックフラグメント、フラッチメントか、フラッグメントかな、フラッチメントかな、レリックのかけらとか、失われたトーテム、失われたその偶像とかを渡すとオインクがもらえる。ここでもらえるのか。10ピースってことは10枚もらえるってこと？ん？いていい？夜なんだけど、今日だけ玄関でいいんで、玄関でいいんで止めてくれますか？大丈夫そうだ、マジで。ちょっとこの間にアイテム見るか。ボールペインハンマー、これなんかアイアン、あ、鉄があるの今回。なるほど、鉄でなんか作れるみたい。ゴールドパン、パンってのはフライパンのこと？え、何？あ、よかった、優しい人で優しさが身にしみるわ。本当に木も切ってなかったからな。ちょっと待ってね、斧を作ってですね、ハンマーはまあ後でいいんですけど、この村破壊し尽くすこともできそうだな。金ね。そう、金がないとサイエンスマシーンが作れないんで、金を探しに行かなきゃいけないんですけど。お朝になったら急いで店番してる。寝てないじゃん。大丈夫？僕のせいで？
そうかもしれない。うわー、これ舗装された道は足が速くなる。いいぞ。お店はなんか何種類かあるのかな。今2種類見つかってるけど、ちょっとすごい数のウォッチタワー。ウォッチタワーは見張り台です。金探しに行こうかな。ここはここで多分いいと思うんですけど、なるほどって感じで。あと、あ、そうか、木がないと、普通の火が建てられないのか。なるほど。この村に、金はありますか？何これ？シティホール！なるほど。町の中心だ。お花屋さんもある。フラワーアレンジメント。青インクで、種とか買える。おお、ドラゴンフルーツの種も置いてる。ベリーバッシュの苗も2コインで買える。なるほど。面白いな。これがお店のシステムか。そこ入れる？まあ、いっか、その無理して入らなくてもいいかもしれない、今は。新しい要素がパンパンに詰まってるから、思ったよりも。これは歩いてるだけですごい楽しいけど、どういう仕組みになってるかは全然、まだ理解できないな。そもそもそう、まだね、戦う格好になってないんですよね。ツルハシしか持ってないし。これってどういうあれなんだろう。そのなんかの島の上とかにいるのかな。その雲、これってなんか水っぽくないね、あんまり。うん、これは町の人の家。なるほどね。ちょっとこの豚の村から出るか、それともそれって切れんのかな。切れないか。ハンマーで壊す感じだな、多分。でもハンマーで壊したら一斉にこう挨拶してくれてる。あれね、ハーバードたちが飛んできそうだから、ちょっとそれはスルーしておいて、まあ、この草とかは絶対にどうしてもいるアイテムなんで、歩きながら取っておいていいと思うんですけど、金をどうやってで見つけるかっていうと、歩いて見つけるしかないんですけど、石がこの辺にあったからな。あの石裏返して金とか出てきたりするんだろうか。その辺もちょっとわからない。これ取っとく？ここ嬉しい。これほら、これアイテム取るとめっちゃ怒ってる。これなんだ？え、誰？これ何？蜂か？待って、これアタック状態だと、これ何も見えない。チューバーツリー、それ誰？パンゴールデン、ゴールデン。金出すのかな。これ虫、これはサンダーバード。うわ、雷すごい。これ有効的だ。その格好的にはなんかその有効的じゃないけど、え、なんかその落雷的な跡がある。これ燃えた跡がある。なんで？これ何？え、これ誰？パニックでしょ、こんなの。これなんだ？これ、食べていいよ。え、どこまでついてくるの？悪かったって。草取ったのは謝るよ。はい。ごめんなさい。いや、それはいいんですけど。これ、あ、アロエね。うんうん。なるほど、アロエね。アロエね。直食いね。火通した方が美味しそうだけどね。よっ。とりあえず直食いね。はい。それはいいや。まあ、とりあえず金を探さないといけないというところではあります。じゃないと拠点も建てられないからな。で、そう、さっき斧持ったから、斧で火切ります。ザザーンって音がしてるな。これは多分丸太が出てくるよね。え？何これ？コーク？これって木の代わりに、え、ならない。何これ、何に使うの？じゃあ、なんかに使うんだろうけど、木にならないのこれ。うっそ。ちょっと待って、夕方が来ちゃった。普通の木があるところに行かないと。またその石ひっくり返すのはいいんですけど、多分どっかで使うんだろうけど、ちょっと待ってよ。松明でうろうろしなきゃいけない羽目になるぞ、このままだと。まあ最初はね、探索、どんなね、生き物がいるとか分かってれば、慣れてくれば、
その夜の間もね、時間がもったいないんで、その松明持ってうろうろして探索するっていう手もあるんですけど、ちょっとね、知らない生物が多すぎて、あ、え、てかこれが普通の木か、これとは違うよね、多分違うと思う。あー、あ、出た出た出た、あと卵も出た。なんだよ、これちょっと置いとこうか。あー待って、このナイターの方がいらないかな。よっ、あー卵、あーちょっと待って、フンが今いらないか、てかもうちょっと言うと種もいらないか、フン持っとくか。よっ、お腹が減ってる。リュック作れないとね、苦しいものがありますね最初。サバイバル、罠は作れる。罠か、誰を引っ掛けられるのかと未だにわからないけど、クモとかいないね。そういえばスパイダーが見当たらないけど、あの子たちは一体。そう、普通のドントスターブのプレイで見かける人たちが全くいない。え、その遺跡への入り口ってこと。え、なんか出てきた、びっくりした。あ、これ石じゃない、岩場じゃないこれ、岩場感あるよ。え石なし。わかりました、それは仕方ない、ないものはね。これ入っていいのかな、入ってみる。うーわ、やば、後で来ます後で、絶対ね、ちゃんと装備整えて入るんで安心してください。ちょっと待てよ、どうするかな、この辺で火立てると思うかな、一回立ててで火切りながら夜を明かそう。まあ、まだね全然夜が長くないんで安心ですけど。おお、卵出てくるの嬉しいな。じゃちょっとこのラディッシュとかを食べて、これナメクジ調理して、調理されたグミナメクジ、グミナメクジだって。これ産地下がりそうだな、食べてみる。ほら下がってたじゃん今そういえば外での夜は初めてか。アスパラガスも調理しておこう。よっ、これは美味しそう、てか絶対美味しい。おお、あ、すごいお腹回復してた今、素晴らしい、いいぞ、悪くない、体力は減ってない。まあウィルソンの体力のマックスは150ですね。よし、喋ってる暇があったら木を切ろう。なんか豚、あ、これついていけば一応光的には安心かもしれない。ほら大丈夫、アスパラガスもう一個持っとこう、持っとこうっていうか調理しよう、で後で食べよう。135、結構グイグイ回復してたもんな。え、何、え、今なんか凄まじい音しなかった、したよね、した。そう、あとこれ取っときたい、この炭が、木炭がね落ちてるのすごいありがたいですね。いつもなんかなんだかんだ森を焼き払わなきゃいけない羽目になってるから、羽目っていうかこの炭は後々めちゃめちゃ役に立ちます。はい、あれ斧切れたか、だから取っておきたいんですけど、今はねそれよりもしなきゃいけないことがあって、それ何かっていうと金を探さなきゃいけないですね、金を見つけなきゃいけない。まあ今のところね全く知らない世界が広がってるから、歩いてるだけでめっちゃ楽しいですけどね。だから木炭拾うのがちょっと無駄っぽくても大丈夫っていうか、ちょっとよくわからないな何言ってるか金は嘘、見つからないんですけど、普通の金が出る石が見当たらない。あ、アスパラガス取っとこうかな、しばらくこれうろうろすることになりそう。120ぐらいよっ、あ、25回復してんのか、すごいな、25お腹回復するのはすごい。よっよっ、それはこれ何、あー洞窟ね、洞窟、あ、プリントある、いいぞ。これってマップどうなってんの、あ、え、一部屋って感じなんだ、なるほど、ウィルソンのこの顔
じゃあそのなんかダンジョン探索みたいな感じあるんだな。面白そうそれは。なるほど。なんかさっきの遺跡、入った遺跡も多分一部屋なのかもしれない。でもこれアイアン、お、これってもしかして切れるのかな。あ、これ切れ、おお、なになに、え、え、え、やばい、うわ、うわ、やべえ、